今からできるピントレシピ。マリマーソド福原内。今度の、ね、土曜日が2月3日の節分ですので、鬼をモチーフにしたですね、今日は、ね、こちらを作ってまいりますよ。どちら？おー、これね。こちらです、はいはい、節分に鬼さんトーストです。なかなかインパクトのある鬼さんですね。まあ、鬼簡単ですけどね、はい、簡単？これ簡単なの？かわいいということで、今日はね、鬼嫁ではなくて可愛い豊崎さんにね、召し上がっていただこうかなと思います。褒めてる？褒めております。節分ジョークですよ、もう。はい、広い心で受けて、はい、よしよし。食パンです。ここにですね、ソースというか、まあ、ケチャップとね、マヨネーズを塗ります。オーロラソースですね。これはケチャップですね。ケチャップです。もうマヨネーズとケチャップを混ぜたらね、そう、鬼に金棒ですよ。お、考え抜いてきてるね、今日も。言えたよ、言えた言えた。この後ね、多分試食であまりの美味しさに感動して、ですが泣いて、はい、鬼の目にも涙が、というところまで僕考えてますね。ちょっと私鬼、やっぱり鬼鬼なんですか？節分ジョークですよ。あ、そうかそうか、よかったよかった。よし、丸く塗りましたら、はい、ハムをですね、乗せます。これが土台の完成でございます。お顔ってことですね。そうです。で、お顔も事前に作ってまいりました。作ってくれて、ハムの上にですね、チーズの海苔をうまいこと刻んでください。切ってください。でもなんかちょっと寂しくないですか、この鬼。確かに頭がちょっと寒そうですからね、うん、もじゃもじゃ頭をですね、スクランブルエッグで再現しました。ねえ、スクランブルエッグね、確かにね、できるね、簡単にね、うん、アイディアだよ。おっとっとっと。いや、本当鬼さんになるもんね。ですね、うん、よし、おい、いい具合じゃないでしょうか。簡単じゃないですか。これでね、1人目の鬼完成ですか。2人目の鬼に取り掛かってまいりましょう、はい、卵を割ります。あった、ちゃんと割れました。皆さんよく見てくださいね。割れましたよ。卵溶きます。持ち上げるといいみたいです。うん、切るような、はい、よし。なかなかこんな一生懸命卵を混ぜる料理コーナーもないですよね。確かに。卵焼きのフライパンですね。ここにバターを乗せましょう。今度何作っていくんでしたっけ。卵焼きです。あ、卵焼き。卵焼きです。卵焼きを作ってですね、うん、鬼といえばの、いえば鬼さんの黄色いパンツを、あは、作ろうじゃないですか。卵焼きで、はい、巻きません、卵焼きといっても。え食パンの上に乗せますから、ああ、ちょっとじゃあ、正方形をイメージして、うん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 、こんぐらいかな。四角にするんです。四角にします。で、料理の腕に自信がある方はひっくり返してください。岸君はどうするんでしょう。僕は自信がないので勇気ある撤退でこのまま温めます。勇気、勇気必要ね。もうちょっと、誰も責めません。はい、もうこれですね、できなさそうな時は勇気を持って諦めます。大事です。よし、このもうちょっとですね。うん、そうですね。はい、よし。いや、前後に動かしてるだけじゃないですか。ちょっとでも工程を作ろうと頑張ってるんですよ。そうね、はい、ごめんごめん。よし、よし。それでもやめないんだね、前後に動かすのは。そうです、これはね、まあ、外側はちょっと固めないと移動するときに崩れますから、うん、ちゃんと理由が、いい具合でしょう。火を止めます。で、まな板で待機していた食パン、ハムの上に乗せます。ほう、大丈夫。いや、いける。ちょっとまずいかもしれないですね。パンツが。鬼さんのパンツがこのままとスポンポンになってしまう。大丈夫かな。あ、気をつけて。
ちょっと、こうがいいかな。いや、こんな手こずるとこじゃないんですけどね。お箸でやってみます。よし、その案乗りました。ありがとうございます。こうがやっぱいいかな。あ、いける。これ、これだよ、ケシ君。そう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 、スーッと置くんだよ。フライパンを動き、左手頑張って。喋る余裕がありません。ごめんごめん。OK じゃない？ちょっとずれてる。いいじゃない？ちょっとずれてる。大丈夫大丈夫、崩れなかったよ。鬼さんの肌がちょっと見えてる。よしよしよし、乗った。大事な部分隠れました。よかった。で、鬼さんパンツといえば柄ですから、糊をね。もうこれ結構適当でいいんですか？いや、ね、決まりが適当に乗せたら鬼さんの柄に見えないので。ああ、なるほど、決まりがあったの。私には適当にしか見えない。計算尽くしたんですけどね。あ、でも見えてくるね、やっぱり。鬼さんパンツ、お顔の横に並べまして。よし、お顔とパンツが横並びでございます。節分にどうでしょうか。いいかも。鬼さんトーストです。え、なんで、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、実食。なんでパンツしかないんでしょうか。パンツに。お兄さんの顔食べ、パンツにかぶりついてください。あ、わかりました。いただきます。では。これがね、想像できませんね。本当です ね、全然わかりませんね。いただきます。うん、うん、オーロラソースよ。おいしい。うん、これはね、まあ、岸くんでも焼けたぐらいですから、きっとお子さんでもね、はい、大丈夫、安心して鬼のパンツ作ってみてください。はい、うん、美味しいです。よかったです、喜んでもらえたので。鬼簡単と言いましたけど、それなりに集中力が必要な料理です。はい、ここまで今からできるピントレシピでした。ごちそうさまでした。